完全に今ゾーンで見ている大宮、その手前に今選手は一度真ん中集まりました。中は5枚です。さあ平戸が入れてニアへのボールでヘディングした。いやー深津コーター、ここもドンピシャ2対0。早い時間町田がリードを広げました。まあ、非常に1人ね、マーク疲れてるんですけど、うまく駆け引きで剥がして、まあ、非常に遠かったのでね、非常に難しいヘディングでしたけど、うまく当ててサイドネットを流し込みましたね。いや、ドンピシャですね。